相当大きな土砂崩れだったらしい。山一つなくなるほどだったそうだ。今そんな話しなくても、あの人退院してすぐお葬式なんだから。家だけならまだしも、妻と職場まで。でも貯蓄は結構あるんじゃない？なんとかやっていけるわ。寝るところあるのか。さあ、そう遠征的になるなよ。しばらくうちにいたらどう？悪いね、ありがとう。でもいいよ、なけなしの貯蓄だけは残ったんで、なんとかまだやっていけるでしょ。いきなりで悪いんだけどさ、いい物件知らないかな。ここ使って。随分と暗いですね。洞窟のようだ。物置みたいに使ってただけだから。あなたの設計したマンションって面白い。こんな部屋に住みたいな。はい。ああ、それですか。5年ぐらい前の仕事です。マンションだけど、なんだかバスみたいで今にも動き出しそう。マンション設計はその仕事でもう懲りちゃいました。どうして？まあ、規模的に大変だったのは面白かったんですが、どうも形が単純になっちゃってこれも僕の技量なんでしょうけど。でもいっぱい人が住むんだからバスでいいと思うな。ところで、明日物件巡りでしょ？どこ行くか決まっているんですか？さあ、どこだったか。西の方に大きな活断層があるでしょ？ありますね。姉さんの知り合いにあの活断層の研究をしている人がいて、その人、活断層から言葉を読み取る研究をしてるらしいの。読み取る？それで最近その人はその活断層に情報を書き込むことにも成功したらしいの。書き込む？あの活断層ってこの都市の下まで連続してるでしょ。その人が書き込んだ言葉が活断層を伝わっちゃうのよ。それでこの都市の下で跳ね上がって、
地上でその言葉が都市に住んでる人たちの思考に振動として伝わるらしいの。だからこの都市で流行する言葉とかアイディアとかって実はその人のいたずら書きなんじゃないかって姉さんが言ってたんだけど。地震活動が実際姉さんとは面識がほとんどなかったから今度そこに行って姉さんのこといろいろ思い出してみようと思うのよ。外で吸ってよ。タバコを部屋の中で吸わないようになってから、この煙は外部を意味し始めた。前はその反対だった。煙の匂いが染み込んだ部屋こそ我が家だった。いい日和ね。
いや、どうです、時間ぴったりですよ。この前選んでいただいた物件を紹介するんですが、そのままで変わりないですか？ええ、大丈夫です。お願いします。いや、しかし今日はまだちょっと寒いですね。確かに、風の強い日も多い。あ、そういえばこの前、お葬式に出られてませんでした？ええ、なぜご存知で？ああ、いいえ。今日みたいに物件巡りしてる時にたまたまそばを通りかかったんですよ。なるほど。おかしいな、消えてる。勝手に取り壊されたこともないだろうし。どういうことですか？実はそうなんです、最近私のところで押さえてる物件で突如として消えるものがあるんです。気味が悪いみたいですね。まあしかし消えることを前提として物件を確保しておくことでそれなりの対応が可能になるんです。しかし私はかなり気に入ってますよ。そういうのを見るためにこの仕事を始めたようなもんですよ。でもすいませんね、無駄な時間を取らせてしまって。いえいえ、しかしこの都市の下にもやはり土があったんですね。土とか泥とか。まだあまり好きにはなりませんね。これは物件の残り物ですか？多分そうでしょうね。前に住んでいた方が忘れていったものでしょう。以前部屋によくアリが出ましてね、大家さんや私によく文句を言ってきました。ほら、アリの巣が。かわいそうじゃないですか。次の物件行きましょうか。気づかれましたか？ええ。ここで会ってるんですか？ええ、確かに会ってます。
ただ以前と構造が違ってますね。ここにこんなもんなかったし。まるで建設中みたいですね。いや、間取り自体変わってるんですよ。こちらです。あなた窓好きなんですか？さっきから窓ばかり見てる。そうですか。確かに光の入り方などはこだわりたいところですね。いや、違いますね。窓の機能に興味があるのならもっと部屋の構造も見ているはずですよ。あなたは外に出られない部屋と同じように外の景色に見とれてる。まあ私にとってはどうだっていいんですがね。契約さえしていただければ。あなただってどうだっていいんでしょ、実は。ところで、あそこに風力発電所が見えるでしょ。プロペラが回ってる。いえ。どこですか？どうして私にとってどうでもいいんです？あ、プロペラが落ちました。落ちた？ええ、地面に突き刺さってる。本当だ、うまいこと刺さっている。落ちたとこ見られましたか？壮観でしたよ。また動き出した。転がっていく。本当だ、まるで歩き出したみたいにトントンビル街の方に向かっていく。ビルに隠れて見えなくなりました。硫黄の味がしますね。硫黄？それはないでしょう。
本当ですよ。舐めてみます？いや、遠慮しておきます。硫黄入ってて、だいたい車走るんですかね。硫黄の性質って、車の燃料になったりするんですかね。硫黄の性質なんて、匂いだけでしょう。道路が臭くなりますよ。ただでさえ、うるさくて目まぐるしいのに。行きましょうか。この先渋滞みたいですね。この後もお仕事あるんですか？いえ、ないですよ。これは単に久しぶりに紙の上に書かれたデータだけの建物を見たので、つい。でもなんか顔色悪いですよ。すみません。次の物件はまだですかね？ああ、残念ですが、この先渋滞なんですよ。ああ。この先、地下の物件を案内するっていうのはどうでしょう？はい。そうすれば、地下の物件を見ながら渋滞を避けて元の場所に戻れますよ。ちょうどこの辺に係員の者がいますから、僕から連絡しておきます。とりあえず地下の方へ降りててください。どうやって地下に降りるんですか？汚いですけど、この線の通りに行っていただければ。地面揺れてませんか？気のせいだと思ってください。大地は今居眠り中です。後ほどまた会いましょう。
奇遇ですね。いつの間にかこんなところまで来てしまいましたよ。ずいぶん遠くまで来たのね。不動産屋さんは？それが見当たらないんですよ。建築家さんが他人の作った家に住むっていうのはどういう気分なの？あなたの理念で言えばここはどう？ここは落ち着きませんね。落ち着いて休憩することもできません。そう。でも住むお部屋を見つけるのか、休憩するお部屋を見つけるのかはっきりしないといけないんじゃない？彼らが変なところばかり巡らせるんですよ。さっさと部屋を決めてしまえば、そこで存分に休憩しますよ。実に巨大な建設現場ですね。大昔に始まった工事らしいんだけど、途中で中断されてしまって。でも最近ようやく工事が再開されたようよ。何をしようとしてるんですかね。地下の巨大なマンション建設か何かですかね。地上と接続する地下を切断しようとしてるんじゃない？あ、巨大なジャッキ型の構造体がヒマラヤでも持ち上げられるわね。それはないでしょう。圧縮装置か何かではないですか。地下と地上を結ぶものをなくして何の意味があるんでしょうね。あれ、音がやみましたね。試運転ね。斜めの隙間ができてきましたね。やはりジャッキの役割を果たしたみたいですね。意外だったな。土水平に隙間ができるのかと思いましたよ。中は真っ暗なのね。いや、奥の方にすぼんやりと緑色の光が見えますね。あれは何です？それにしても斜めに隙間ができると上の方から滑り落ちてきそうで不安になりますね。それを防ぐためでしょ。やっぱり圧縮装置だったみたいね。空白の縁にタイルがどんどん圧着されていくわ。見る見るうちに利用可能なスペースになっていくみたいね。閉じ始めましたよ。終わりですか。試運転だからじゃない。今やられたら怖いわ。本当の実行はいつですかね。見に行きたいな。3600年ほど後よ。それじゃ見れないな。タイルの圧着工事の現場にしても大きすぎますね。もともとあったタイルとの区別がつかない。この辺もそうなんでしょうか。一体どこまで。
遠くの方に薄ぼんやりとした緑色の光が滞留していますね。あれは何です？不思議な構造です。見たことがない。あれはフェンスターですよ。フェンスター？地面にぽっかりと開いた窓です。ああ、地窓のことですか。でもそれは床に接した小さな窓のことですよ。あれは大きすぎるし、第一ここは地面の中ですから。あの時あのせり出した岩石を安全だと判断したのはなぜです？あの岩石はせり出していたわけではありません。あれはただ土砂が剥がれて露出していた、その山全体を構成していた岩石の一部です。だからあそこだけ転がって落ちてくるようなことはもともとなかった。あの時は台風による大雨が山の深層に染み込んで、その山を根元から丸ごと滑り落としたんです。あれでは判断の域を超えています。流れ落ちてきた岩石がぶつかり合って火花が見えました。まるで稲妻のようでしたよ。プラズマ？思い出が密かに作った計画がそのまま実行されたりしたら、そういうのは落書きだけにしておいてはいかがです？落書き？落書きは大好きです。ただ私にこのキャンパスは柔軟すぎます。ちょっとした思い出がすぐ影響を及ぼす。残念ですがもう影響は始まってしまっています。どうしてくれるの？やはりそうでしたか。では脱出します。脱出です。あら、報告書まとめですか？ええ、まあそんなところです。私はね、ここが一番好きでしたね。ここはこの都市の中で唯一タワーが見えない、ディスクワークには最高なんですよ。
それと今回はもともとここ以外は紹介するつもりはなかったんですね。ところで、バカと煙は高いところが好きという言葉は誰が言ってるのか知っていますか？さあ、不特定多数でしょう。でもバカであることと煙であることとは結びつきませんね。とんでもない勢いで坂道を駆け下ってくる煙もありますから。なるほど。しかしそれはうまいことをやれば食い止められるかもしれませんよ。あなたが言うようにクリアーな方向性がありますから。それにもっとうまいことやれば有効なエネルギー源になるかもしれない。そうやってうまい方法が見つからないうちはポロロッカじゃない、何でしたっけ、ポドラッチ、そうやって受け取るぐらいしかできませんね。しかしその膨大な贈り物を受け取ったからにはこちらもそれ以上の解消をしないといけません。でも一体何があるって言うんです？さあ、物質じゃ難しそうですね。だったら素敵な詩でも読んであげますか？あんなところに綺麗なコニーデが。